義父と義母が喧嘩してた。義父、誰のおかげで飯が食えると思ってんだ。義母、私が毎日ご飯作ってるからでしょ。義父、その飯のネタは俺が働いてるから買えるんだろうが。義母、なら来年定年迎えたら出て行きなさい。義父、なんだと。義母、来年からは娘と息子俺に食わしてもらうからあなたいらないわ。ヒートアップしそうだったので俺は早々に避難した。喧嘩から一月経つが、なんと亭主関白でお茶一つ入れなかった義父が家事をするようになった。嫁、仕事してるからって偉そうにしてたら仕事なくなった途端捨てられるわよね。義母、私たちも手に職看護師持ってるから離婚しても自立できるものね。なぜか俺を見る二人。女性、そい。義母は5歳年下で時給1500円のパート。扶養範囲内。俺の嫁は時給1600円のパート。年収170万。介護の必要な祖父、義母の父がいるから女性は家にいるけど、本気出したら俺や義父より稼げる。でも一番大変な介護は血筋で見るもんだからって二人で頑張ってる。義父は俺でもアホだと思う。